2BEE ヒーローは2016年10月より12月まで放送されたテレビアニメ作品。1話あたり約10分の内容。本作は M 制作ハオライナーズブランドオリジナル作品の第1作となる。2期となる 2BEE ヒ e ロー i n は2018年4月より中国で配信開始。日本では同年5月より放送開始し、 現実世界は中国語、異次元世界は日本語吹き替えとなっている。全名は、主人公、おっさんは、容端麗だがだらしがないダメ親父で、ベンザデザイナーの仕事をしている。妻と離婚し、勉強もスポーツも万能な娘のみんちゃんと、二人暮らしをしている。ある日、おっさんは用を足している最中になんとベンザに吸い込まれ、地球を救うという大役を与えられ、ヒーローになってしまった。 その代償に、イケメンな容姿からぽっちゃり姿に大変身。おっさんの地球と、みんちゃんを守る戦いが、ここから始まる。主人公の二葉は、聡明な女子高生。ある日、突然異世界に吸い込まれてしまう。その光を伴わない暗黒の異世界は、パンツ一丁で、人々が暮らす世界であった。服を着たままこの世界に入り込んでしまった双葉は、 自らの服を武器にすることでこの世界の最強のヒーローとなっていく。二重格括弧内は中国名。メインキャラクター侵略宇宙人その他のキャラクター 2B ヒロインに関するカテゴリー。ありがとうございます。